皆川むつは、山形県南大玉郡山上村大技、関根出身のプロ野球選手、コーチ、解説者、評論家。現役当時は同期入団の野村克也と共に、南海ホークス黄金期の主力選手であった。2019年現在、日本プロ野球界、最後の30勝投手である。山形県南大玉郡山上村大技、関根で7人兄弟の、 バッシュとして誕生。幼い時に父を亡くし、経済的に恵まれない環境の中、父の後を引き継いだ兄の運送業の手伝いをしながら、成長する。小学生の時には、大人かおまけのボールを投げており、三条村立山城中学校に入学すると、米沢市の大会などで活躍。米沢市内の中学にはなかなか勝てなかったものの、 関根にすごいピッチャーがいると関係者の間で知られるようになる。中学卒業後は米沢高校に進学し、民法学者としてその名を知られた遠藤博士が野球部の監督を務めており、遠藤の指導で力をつけていく。一年時の1951年当初は外野手だったが、途中から投手に転校。その後はそれまでの3年生投手が外野に回ったため、 皆川が一年生ながら、エースとなった。同年の夏の甲子園東北大会では、右手小指を骨折しながら一回戦の内号戦で、完封勝利を記録するが、骨折の影響で準決勝の朝霞戦では、指の痛みが限界に来て、大量失点を喫して敗れた。二年時の1952年は、米沢高が西高と東高に分かれ、皆川は西高に所属。 夏の甲子園山形大会で優勝を飾るが、東北大会では1回戦で同じく優勝候補の気仙沼に敗退。この頃から各大会にプロ野球のスカウトが来て、皆川をマークするようになる。3年時の1953年は夏の甲子園東北大会を勝ち上がり、決勝に進むが、白石戦でエース、大沼清と投げ合い敗退。 甲子園出場はならなかったが、この試合で二類類進を務めていた岩本真一が皆川の素質を買い、南海ホークスの山本和人選手権任監督に皆川の獲得を進めたという。当初は立教大学へ進学希望ということで、南海は手を引いた形になっていたが、母子家庭で家計も苦しく断念。皆川が先輩に伴われて、 南海にお世話になりますと言ってきたことから、1954年、南海へ入団。同期入団には、野村勝也、拓は元次がおり、進学を断念した立教には、立教三馬がラスと呼ばれた、杉浦忠長島茂を、元屋敷金吾が入学している。入団後最初の2年間は白星に恵まれず、自由契約も覚悟したが、山本の、 皆川はプロで生きていこうと努力しているし、真面目にやっている。来シーズンあたりは活躍するはずだ。わしが保証するから給料は倍にしてやれの一言で、解雇どころか給料倍額を言い渡され、奮起する。3年目の1956年に60試合登板、11勝を挙げるが、同時に肩を痛め、コーチのゆずき進むに進められる形で、オーバースローから、 アンダースローに転向した。このフォーム改造が功を奏し、1957年に18勝、1958年に17勝と主戦投手の一人となる。1959年は関東がなく10勝と調子を落としたが、防御率は1点台だった。1960年からは調子を取り戻し、1961年には16勝を上げるなど主力として、 活躍、1962年にはチームトップの19勝。1964年は7勝に終わるが、8年連続2桁勝利を上げ、安定した成績を残している。1959年以来、5回のリーグ優勝に貢献しているが、日本シリーズでは通算9試合、4先発で0勝4敗と活躍できていない。 1966年の読売ジャイアンツとの日本シリーズでは第4戦、第6戦に先発しているが、いずれも早々に打ち込まれ、降板している。1968年10月6日の対、東映戦でシーズン30勝と通算200勝を同時に達成。アンダースロー投手の200勝は皆川が初めてであった。また、 シーズン30勝は1964年の小山、正明以来4年ぶりの快挙だった。以後、シーズン30勝を達成した投手は誕生していない。最終的に31勝まで伸ばし、防御率も1.61で、最多勝利と最優秀防御率を獲得した。皆川自身、2桁勝利は12度マークしているが、20勝以上を上げたのはこのシーズンだけである。 翌1969年も期待されたが、公式戦まであと1週間に迫った巨人とのオープン戦でバントを失敗。投球を右人差し指に当て骨折するという事故を起こし、再起まで3ヶ月という診断で、結局、この年は5勝に止まった。港は故障の影響は大きく、同年、南海は戦後初の最下位に転落している。以降も、 南海の先発投手陣の一角として投げ続けたが、防御率が4点台になった1971年、限りで現役引退した。通算成績は759試合の登板で、221勝139敗、防御率2.42。2016年現在、221勝は、ホークスの球団記録である。また、 アンダースロー投手としては1983年に山田久しに抜かれるまで最多勝記録でもあった。なお、南海の大エースとして名高い杉浦よりも通算勝利数は上回っており、200勝がラインとなる日本プロ野球名球界にも入会している。1976年から1977年までは阪神の一軍投手コーチ、 1986年から1988年までは巨人の一軍投手コーチ。1991年から1992年には近鉄の一軍投手コーチをそれぞれ務めている。1998年には一年だけ台湾プロ野球の三照タイガースで投手コーチを務めた。朝日放送。 三テレビの野球解説者を長年にわたり務め、野球評論家の傍ら、少年野球の指導にも力を入れていた。2005年2月6日、敗血症のため死去。69歳坊主。葬儀では、南海時代の先輩、岡本勇が長辞を読み、野村克也、吉田義尾、金田翔一、大佐春、母校の高校の OB らが参列した。 出身地の米沢市と山形県では、生前のプロ野球選手としての輝かしい成績と、現役引退後も野球にとどまらず郷里山形の発展に尽力した功績を称え、2005年11月3日には米沢市市民栄誉賞を、2006年3月15日には山形県県民栄誉賞をそれぞれ贈呈した。また、同年夏には米沢市栄野球場の愛称が、 皆川球場に解消された。2011年1月14日、野球体育博物館が、皆川の野球殿堂エキスパート部門での野球殿堂入りを発表した。ゲストスピーチでは、野村克也が登壇し、祝辞で2軍で一緒に2年半、同時期に1軍に上がった。それで生まれたのが、カットボール。最初に投げたのが彼なんですと述べている。山本和幸を、 リリーフエースに池内豊を中継エースにそれぞれ配置転換し、投手陣を整備した。1987年のリーグ優勝に貢献。水野勝人、桑田雅美、斉藤正樹を指導した。特に桑田は、僕が入団した翌年、打たれても、皆川さんの大丈夫、大丈夫に随分励まされたと語っている。佐野刺激、高村優を育てた。 タクは元地杉浦ただし、ジョースタンから派手な活躍をした歴代エースの陰に隠れながら、アンダースローからのシュートシンカーと請球力を武器に、2番手投手として、長く南海投手陣を支えてきた。皆川の救出は、打者の手元で浮き上がる杉浦とは異なり、ストレートそのものが沈み気味である上に、シンカーは、さらに大きく落ちるという特徴があった。 毎年安定して二桁勝利を上げ続けていたが、張本勲夫や江本木八といった左の強打者への攻めに限界があり、成績が伸び悩んでいた。このため、投球の幅を広げるべく、野村克也と小さく鋭く曲がるスライダーの開発、習得に取り組んだ結果、1968年シーズン前にカットボールを習得した。オープン戦最後の巨人戦で、 大貞だは相手に試し、ドン詰まりのセカンドフライに仕留めたことから、その効果を確認したという。皆川は王を打ち取ったとき、マウンド上で満面の笑みを見せ、野村はその時の嬉しそうな顔を忘れられないと語っている。同い年、同チームで同じくアンダースローの杉浦正とは、本格派と技巧派、太く、短くと、細く長くなど、対比されることが多い。 野村は杉浦を華やかな評判版、皆川を地味な縁の下の立役者と表現している。皆川自身は杉浦の陰で咲く花と評されても反論せず、杉は杉、僕は僕と笑顔で目視したという。1969年秋のドラフト1位で佐藤道郎が入団した頃、チームには太く、短くをモットーとする杉浦派と、 細く長くの、皆川派という言葉があったという。野村克也とは、同い年の同期入団であり、15年以上にわたって、バッテリーを組んだ。皆川自身は、221章のほとんどが、野村に助けられたものと言っているが、豊田やスミツは、高リードでその力を引き出したのは野村だったが、野村も、また抜群の請求力を利用した研究によって、 随一の配球理論を構築したという面があるだろう、と述べている。遊撃手時代、守備に苦手意識を持っていた、広瀬義則は、実著で、私にとって、皆川氏は、実は大の苦手だった。皆川投手の落ちる球で、相手打者はゴロばかり。ショート守備の下手くそさが目立って、仕方がない。逆に言えば、相手を三振に仕留めてくれる杉山のありがたさをよく。 分からせてくれたのが、この皆川氏だったと実感している。中西太氏は苦手な投手は存在したのか。との問いに、そりゃいましたよ。何回の皆川くんが打てんかったなぁ。手元で落ちる、外へは逃げるでね。サイドから見事に芯を外されたよ。いろいろ考えてね。打席で歩き打ちもやってみたよ。と解雇している。東北人らしい、物静かで真面目。 粘り強い性格だった。皆川の人となりを表すエピソードとして、以下の話がよく知られる。アンダースローに転向した1956年、西鉄ライオンズとの試合で8番打者、和田広美を3ボールレースストライクにした際、皆川は、どうせ打ってこないだろうと真ん中に軽いストレートを放ったが、主審の二出川信明に、ボールと判定される。保守である野村は当然のこと、皆川も、 ど真ん中なのになぜボールなのかと猛抗議したところ、似手川に気持ちが入っていないからボールだ、と一括された。この無茶なジャッジに野村は憤慨したものの、当の皆川は逆に感銘を受け、以後の投球で一球たりとも手を抜かないようになり、色紙にも一球実行と書くようになったという。真面目、節制ぶりを示すエピソードとして、次のような話がある。 薬師寺館長の高田公員のちぐを得、高田の講演会では皆川も行動を共にする機会が多かった。皆川の長男の結婚式には高田が駆けつけて祝辞を述べたという。豊田康光とは妙に馬が合い、食事をよく共にしたという。豊田は山形出身の皆川は東北人イコール無口という昔のイメージ通りの人間で酒も飲まない。 弾んだ会話というものもなかったが、それが良かった。とにかく一緒にいるだけでほっとした、万事控えめな男と私の組み合わせを、周囲は不思議がったものだと語っている。読売ジャイアンツ一軍投手コーチ時代、ダブルエースの片方である、西本清と皆川の間には、強い確執があった。西本は1980年から1985年まで6年連続2桁勝利を、 記録したほどの大投手だが、皆川コーチ加入の1986年以降は7勝、8勝と思うような成績を残すことができなかった。球団批判で西本に200万円の罰金が課されるなど、確執が深刻化したことから、球団は二人を和解させようとして、1986年オフに和解ゴルフをさせたが、マスコミには茶番劇と書かれ、 二人のギクシャクした関係はとても和解したとは言い難かった。巨人ハエ抜きのスター選手だった西本だが、1988年に4勝に終わると、中尾高吉との交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍した。ドラゴンズでの西本は、移籍初年の1989年に20勝の大台を記録し、翌年も11勝を挙げている。もまた、 1988年を最後に、巨人の一軍投手コーチを解任された。西本の他にも、サンチェとも投球フォーム改造をめぐって対立していた。ありがとうございます。